ゼロワンプロジェクトニュースニュース引き続きまして、さあもうあのマンダラライブからもう半月経ちました。はい、あ1ヶ月もうすぐですね。そうですね、早いですね。暑くなりましたのでなかなかお外のイベントっていうのは難しい今、もうちょっと待たない、季節になってるんですけれども、まあ、ゼロワンプロジェクトでもあの定期的、不定期合わせてですけれどチャリティーイベントっていうのをね、また秋涼しくなってから次々やりたいと思います、はい、考えております。いくつか実はアイデアもございますよ。あの具体的にそうだ、まだ言っちゃいけないんだ。何どれあ、ダメだねものすごいそれか、早いダメですそう、いっぱいね、実はね、あのゼロワン今年本当にあのマンダラでのご寄付もできることになりましたし、いろいろ嬉しいよね、具体的な活動がしてほしいな。ボランティアって、私もほらそうだったじゃない、ボランティアってなんかちゃんとやんなくちゃいけないんだとかさ、始めたらずっとやんなくちゃいけないんだって思ってる人もいると思うの、私みたいにね。違う、今できることをやればいいだけだからね。そうなんです、やれるって幸せだぞ、やれることがあるって本当そうです ね。どこの世界でも多分言えるんだと思うけれど、なんかやっぱりこの幸せな感じをみんなにもお裾分けしてあげたいなって、そうしみじみ思うのでね、でそれが共有できる、そう、何でも進んでいくとこう分からなくなっちゃうさ、すごく長くやってる人たちにもちょっと物を言いたいんだけどさ、あそうですね、新しい人たちがちゃんと入れるようなさ、あの感じを大事にしてほしいのよね、そうですね、ベテランばっかりがいたらいいかって言ったらそうでもなくて、ベテランの人たちがどんどん大事な人たちにね手を差し伸べてくれないと広がらないからね、あの知ってるできるが全てではないから、ね、気にさぬように何にも知らなくても何にもできなくてもですよやれることたくさん、ビジネスやってんだこう見えてもやれることたくさんあるんですよ。そのだってね、犬を愛する気持ちさえあれば、あのそういう人たちなりの発想っていうのはやっぱりあってね、大事大事、そうです、そうするとこう隙間隙間がどんどん埋まっていって、点だったものが面になって線になって面になってっていう風になっていくと思うので、だから柔軟性が欲しいです。そうですね、否定しない、やっぱり受け入れる気持ちで取り組んでいきたいな、ゼロワンはそういう場所にねしていきたいなというふうに思いますの で、もうね今キリさんのお口がもももも動いちゃうぐらい言いたいこといっぱいお知らせしたいこともあるんですがダメですよちょっといろいろ具体的になってからね、はい、決定事項としてこちらでもご案内したいと思います。あの秋はねちょっとまだみんなにもこれももぞもぞだけど、ほらバーベキュー大会とかさ、あそう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 、考えてるんだ、ワンちゃん連れていけるチャリティーバーベキューどんなの何この格好もじょもじょもじょってね言いたいことたくさんあるんですけどね、はい、ぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。はい、ゼロワンプロジェクトニュースでした。